俺、豆太郎。豆？これ、いくちゃん、俺のご主人。豆太郎さん？花子ちゃん！これ、花子ちゃん、俺の彼女。後のこいつらは、まあ、脇役。ねえ、そんな、豆太郎、それはないんじゃないの？ねえ、ちょっと、聞いてんの？でもって、こいつが、ライバルの秋吉だ。この夏、俺は学校行ったり、コンビニ行ったり、川に流されたり、いろいろあったんだけど、今の問題は俺。俺って雑種、それを花子ちゃんに告白したいんだけど。あら？ああ、一体どうすればいいんだ！B&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ああ、確かに俺は雑種だよ。でもそれがどうしたって言うんだ。俺は雑種だけど、愛する気持ちは血統書付きだ。ダメだ、花子ちゃんに雑種だなんて知られたら。違うのね。豆太郎さんのバカ！そうだ、ちょっと経過離婚でドーベルマンってことにすれば、俺ともそこらでつらかってきてプードルにでも、いやいや、最近流行りのチワワか。ダメだ、今さらそんな嘘つけるか。俺は花子ちゃんに本当のことを言う。たとえそれで終わっても、それが愛ってもんじゃないか。俺にもう少し勇気があればな。豆太郎さーん。あっ、遊びましょう。終わったやっと終わったよ、夏休みの宿題。いくちゃんのおかげです。これで何の気兼ねもなく今夜の花火に行けるね。よかった。あの、それでね、豆も連れてっていいかな。置いていくつもりだったの？なんだ、俺てっきり連れてくんだと思ってたぞ。でも、いや、犬はちょっと苦手で。なの、我慢しなさい。だってこの前も犬にパン取られたし。あんた、リクの宿題丸つしといて何言ってんの。いや、それとこれと話が。本当に好きなんだ、豆太郎のこと。うん。あー、見て見て、豆太郎さん、蝶々よ、黄色い。 あのさ、何？あ、いや、何でもないです。そう？うん。そう、じゃあいいの。あ、待って。
俺って一体。蝶々さんどこ行くの？うわーかわいい。うっそー、この犬超かわいい。あはは、動いてる。当たり前だろ、生きてんだから。ねえ、この子欲しい、顔。無理だよ、アパートじゃ生き物禁止だろ。見つかったらどうすんだよ、捨てんのかよ。そん時はそん時だし。なんだと、そういうこと言ってっからこの世の中が平和にならないんだよ。そうね、平和が一番よね。キレなんだよ。私のこと好きって言ってくれたじゃん。あら豆太郎さん、見て見て、みんなお元気なのね。そうだね。何を隠そう、俺はここでイクちゃんと出会ったんだ。当時生後3ヶ月、俺は生まれた時から雑種だったので、他の雑種と一緒にこのワンワンハウスに入れられていた。だから俺は親の顔も知らない。ペットショップにはいろんなお客さんが来たけど、その大半は本気で飼う気はさらさらない通りすがりだったので、そういう人にわざわざ尻尾振って愛想振りまく必要ないと思ったし、何より俺のプライドが許さなかった。でも、あ、豆太郎はペットショップで買ったんだ。そうなの、私が中二の時。理屈じゃないの、一目見た時から、ああ、私この子を探してたんだって。こういうの変かな。いや、花子のお母さん。うん、花子のお母さんは美人でグラマーだから、いろんな男の人が来て可愛い赤ちゃん産んで喜ばれてるのよ。そっか、じゃあお兄さんとかお姉さんもいっぱいいるんだ。そうなの、全国つつ裏裏にいっぱい。もしかしたら豆太郎さんとも兄弟かも。いや、それは 100% ないと思う。それなら安心。なんだ、俺って本当に一人なんだ。あら、何してるの？花子ちゃん、よく見て、よく見て、ここらへん。この子たちってことは他にもいたんだね。たち？お前だけ残っちゃったのか。なんか昔の自分を見てるようだ。豆太郎さん、何か言っているわ。豆太郎っていう名前は直感だったの。それも理屈じゃないんだな。抱っこしながら帰る途中、目が合ったのね。その時、この子は豆太郎だって。そう、本当にそんな感じ。変な名前かなって思ったんだけど、もうそれしか頭に浮かばなくて。うん、そうだね。豆太郎以外、ありえないね。うわあ！パンなんだな！パンなんだな！またあの人からもらっちゃったわね。だから、犬は嫌いなんだ。どうだ、うまいか。花子もメロンパン大好きなの。でも今日は我慢してるのよ。ねえ豆太郎さん、ん？せっかくだからもっといろいろ持ってきてあげましょう。うん、そうだね。あ、豆太郎さん、誰か来るわ、隠れましょう。
の小平。だからさ、どこで買うんだよ。でっかくなるぞこいつ。だからもうなんとかなるってば。それに拾えばタダだよ。飼えなくても損はしないじゃん。ねえ。ちょっと、何この犬。あ、やめてよ、破けるでしょバカ。帰っちゃうろ。もう離してよ。まっすぐに行こう。犬の豆知識。俺豆太郎、雑種。知ってたかい？俺たち犬には歯のトラブルがすごく多くて、中でも特に厄介な病気が歯周病なんだ。流行りの小型犬なんか顎が小さいから歯垢や歯石が溜まりやすいんだってさ。お家でできるデンタルケアの方法は歯磨き、噛むおもちゃ、歯石がつくのを減らすペットフードなんかもあるんだ。犬は犬なりに健康管理も結構大変なんだよね。ごめん、ごめんな。でもあの人は嫌だったんだ。でも俺見つけるから、お前の飼い主見つけるから、イクちゃんみたいな人。待ってな、いい人見つけてきてやるからな。豆太郎さん、あのね、本当は花子もね、さっきの女の人にパンチしちゃおうかと思ったの。うわー、パンチ？そう、でも花子は力強いからぶっ飛んじゃうかも。結局見つからなかったね。あれ？どうしたんだろう。誰かが拾ってくれたのかな。あ、誰か来たのか。雨に濡れないように動かしてくれたのね。毛布も入れてもらったのか。よかったわね。うん、いろんなことがあったけど、いつも豆が一緒だった。喜んだり悲しんだり、笑ったり怒ったり、何をするにも。あのさ、もし豆太郎がいなかったらって考えたことある？ないよ。だって豆のいない人生なんて考えられないもん。これって運命でしょ。ほんと豆太郎は幸せ者だな。世の中みんな豆太郎みたいだったらいいのにな。みんな豆だったら秋吉くん大変だね。うん、ちょっとね。あのね、豆太郎さん。ん？花子のお母さん、美人でグラマーって言ったでしょ？うん。だからハンサムなお父さんの赤ちゃんを産むと赤ちゃんも可愛いのね。その中でもすごく可愛い赤ちゃんはショーに出るんですって。花子のお姉さんたちもショーに出たことあるのよ。だけど花子の耳は片っぽが小さいからダメですって今のお家にもらわれてきたの。そんな、だってほら、俺なんか両耳垂れちゃって。ううん、でも
花子よかったなって思うの。え？だって花子今のお家大好きだから。ショーには出られなかったけど花子よかったなって思うの。すごくよかったなって。隠れましょう、うん、よかった、まだいた。飼っていいって。お父さんもお母さんも飼っていいんだって。そうだ、俺も一人じゃないんだ。さあ行こう、新しいお家に帰ろうね。帰ろうか、花子ちゃん。はい。雨やんだね。ああ。花子ちゃん。なに？俺ね、雑種なんだ。俺、本当は雑種で、それで。じゃあ、花子も雑種になる。だって花子、豆太郎さんとお揃いがいいから。花子ちゃん。ねえ、豆太郎さん。ん？お空はね、毎日違うの。花子、お空はいつも同じって思ってたの。でも違うの、毎日違うの。お空の色は毎日違うの。雲はいつも違う格好してるの。だから明日も一緒じゃないの。難しいな。難しくないの、そういうことなの。よくわからなかったけど、なんとなくわかったような気がした。俺は俺でいい、こうやって胸を張っていけばいいんだって、そう思った。行こう、花子ちゃん。夏が終わる。日差しも少しずつ柔らかく、セミの声も少しずつボリュームを下げていく。季節は変わっていく。そう、花子ちゃんが言ってたみたい。
しら。今日と明日は一緒じゃなくて、きっとたくさんのことは変わってゆく。ほら見てごらん、花火綺麗だよ。だけど変わらないことも俺は知ってる。俺は豆太郎、雑種。ご主人は大好きなイクちゃん。ここまでは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。みんな、まっすぐに行こうを見てくれて本当にありがとう。いつかどこかでまたみんなに会えるといいな。じゃあバイバイ、またね。